はテオです。はい、というわけで本日は20の遊ぼう30分で覚えて踊ってみた。私ちょっと調べてたんだけど、今回の MV のテーマがマンネのニナちゃんが転校生として来て、リクちゃんをはじめとした遊ぼっていう紙を渡してみんなと打ち解けて遊んでいくみたいな MV のテーマみたいで、めっちゃ良くない？いいね。もともと外国にいたかなんかで、それで日本語が全然話せなくてみたいな、なんかそことリンクしててめっちゃエモいみたいな感じで注目されてるらしい。今回は30分で覚えて踊ってみたい、やっていきたいと思います。はい、レッツチェック。それでは30分タイマースタート。こっち。30分なら大丈夫。あれ？出てないんですか？細かいでも。頭。あでもワン。細かった。あれ難しかった。あの手の感じが。
はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。絶対にお願いします。あと最後に踊ってほしい曲があったら、あの J-POP、K-POP、演歌、ボカロ構わずどしどし送ってください。はい、お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上こちでした。今今違うんかい。